よくやったな。視察は気がつかねえで帰ったぜ。さあみんな出しな。金、時計、指輪、あれとけだ。何すんのよ。早くしやがれ。言う通りにしねえとすっぱらにするぜ。何しに来やがったこのバカが。この10年間俺はこの店でブラックコーヒーを飲むのが日課だったのに、今日はそのブラックになぜか砂糖が入ってた。たっぷりとだ。だからケチをつけに戻った。さあみんな銃を捨てろ。何だと。俺たちに見つかった以上逃げられんぞ。俺たちって誰で。スミス&ウェッソンと俺さ。さあ撃て、相手になるぜ。これでも逮捕は行き過ぎかと地方検事に伺ってみろ。ロッコ、うん、望みが叶ったか。バッチリね。そっちは。どうした。別に旅に出たい。いいだろう。ずっとだ。汽車の切符も買ってある。本当か。あと1時間で出発だ。どこへ。ニース、それからイタリア行く。一人でか。いや、ローラと一緒だ。ずっとだって。そのつもりさ。戻らない気か。まあな、支度があるからそろそろ行くぜ。どうして出てくんだ。お前がいるからよ。わからねえな。もう何人殺した。ポーリンに行ったんすや。それにマレオ、わかるか。これがヤクザの宿命さ。キリがねえんだ。いつかお前とやり合うだろう。そいつがつらい。だから行くんだ。今は気心が通じている。だがいずれは敵になる。避けることはできねえ。哀れなもんよ。
俺に行かせてくれ。いや、惜しくないのか。お互い様よ。銭で決めよう。負けた方が出てくるんだ。どうだ。いいとも。表か裏か。表だ。思って。珍しく勝ちやった。知ってたのか。偽金を2個持ってる。今気づいたんだ。これならミスはない。肝に銘じとけよ。この世には幸運なんてもらねえんだ。Thank you.